まず新潟キーパー小島、ディフェンスは藤原、マイケル、千葉、橋本の4バックです。キーパー前川、ディフェンスは酒井、山川、トゥーデル、初瀬の4バック、アンカーに大木原。今前半スタート、まずは新潟ボールです。相手を突く島田のフィード、このセカンド拾ってシュート、キーパー正面です。いいですね。戻したボール、酒井クロスボール、ゴール前へ、ポスト、そしてゴールイン。神戸先制、15分、クロスボール、中は触れずゴールインです。さあ左で天口、クロスボール、ゴール前ヘディング、同点ゴール、長倉。前半31分、長倉ヘディング、今シーズン5ゴール目、ドンピシャですね。さあ前線、大迫、うまい、武藤、縦、さあ繋がった、武藤だ、横パス、ゴールイン。いや、その前にオフサイド、オフサイドディレイです。武藤、この入れが受けた瞬間ね、はい、まあ、一つ一つのプレーはねすごく繊細で、宮本、さあ供給して橋本、転がした、ボールが来た、流し込んだ、新潟逆転、小野のゴールで新潟逆転、今シーズン4ゴール目。そんな難しさは感じてないですね。長いボールがやっぱり前に入った方が、背後へスルーパスで武藤だ、武藤だ、ポスト、神戸ビッグチャンス、決めることはできませんでした。オフサイドないですね、はい、マイケルが残ってますし、まあ、そこに対して今度は内側で武藤が入るんですよね。惜しかったですね、決めたかったですね。前川は今シーズンセーブ率は 73%、 リーグ4位の成績です。今前半終了、2対1、新潟リードで試合を折り返します。さあ後半は右エンド新潟、左エンド神戸。さあ後半です、神戸ボールでまずはロングボール、大迫拾った、井出手のクロス、このセカンドボール、ボレーシュート、枠には行ってました、いいシュートでしたね。中央は1枚、谷口カットイン、ヒールで小野、転がした、人がいなかった、拾った橋本、切り返し、橋本、クロスバー、佐々木はここはクリア。さあ前向く、大迫を背後へ、武藤だ、同点ゴール、武藤、大迫のパス、そして武藤のゴール、武藤は今シーズン10ゴール目、まあ、武藤は直近の5試合で2得点3アシスト、もう一人は菊池です。山川が下がって、あともう一人、井出口から浮かせてファーサイドヘディング、ボックス内、浮いたボール、セル、ヘディングシュートだ、クロスバー、こぼれてシュート、もう一度クロスバー、出口中央へヘディングシュートだ、劇的、3点目は神戸、最後はトゥーレル、プラス6分、トゥーレルの貴重なゴール、リーグ戦は2試合連発。そして今試合終了、神戸劇的な勝利、これでリーグ戦今シーズン2回目の4連勝です。いや、なんて試合だ。